おはようございます、月に一度の金賞イベントですね、これでまた強くなります。あ、しまった、おじさんメガネかけるの忘れた。ハリーポッターが何か話しかけてくれてるのに読めない。また会ったね、ボルデモートの関係することを示すなら、さあ始めましょう。さあ、やっぱりヌラが出てますね。ちょっと細かくはまた後で、とりあえずダンブルドア先生いらない。まずはあれですよね、水溜め、もういろいろと不備が、ちょっと手袋してるともう滑るし、リングやめたんですよ。ちょっとやっぱり持ちにくくて、バンカーリング買おうかな、来た来た、バンカーリング買おうかな。今夜のうちに飲んでた強烈な噴気が残ってる状態なんで、一発はまだ、だから薬飲めないんですよ。最初は得点高いんですよね、きっと。あ、ペケポンペケポン310、これがずっと続けばねいいんですけどね。とりあえず行け。それでは今のもね、タスクに入ってると思うんで、タスクを見ていきましょう。で、今日の自分の動きなんですけど、11時からのドラゴンイベントっていうか、ブックナイトイベントがスタートして、それに重ねて効率よくというか、そこでもガチりたいんで、もしかするとうまくするとペケポンが高いと思うんで、11時から、ブックイベントと、金賞イベントを一緒にやっていくという形です。で、この金賞に関しては1は開けておこうかなっていうのが狙いです。薬の調合は、ぶら下げてあります。1個、それとここ、これも2個3個、今のはさっきできました。で、これでとりあえず魔法薬2回調合するは OK で、薬を使うは今強烈が効いてるんで、これが効き終わったら一番弱い噴気薬、これを3回飲んで水がめを捕まえて、準備としてはポートキースカラカンにしてありますが、これ3キロ取るかどうかはちょっとすごく悩みどころですよね。ドラゴンが1キロであることを祈って、今は取らないでおきますという形で、帰りながら、水がめは7体探して薬使って、1はクリアしたいと思います。とりあえず、すげえスタートなくなりました。近いうちにすぐ、紹介しますけども、またオレンジさんの方から、今後のイベントの方が発表されました。結構目白押しです。嬉しいですね。なんかポケモン GO みたい。嬉しい嬉しい。とりあえず大きいところはコミュニティデーが23日に決定しましたんで、またこれは別撮りして、紹介したいと思ってます。じゃあとりあえず、金賞イベント、パート1いってきます。ちゃんと最後はちゃんとカメラ合わせて撮ろうと思ったらカウント間違えてて、どうやら終わったようです。じゃあありがたく、これ6個だった ?5 個か、間違ってんだこれ。あ、5個か、7個とか6個とか思ってました。で、魔法薬も、使いました。はい、パート1終了。回収いたします。はい、ありがとうございます。で、パート2ですが、予想通りっていうか、予告通りポートキー5個と農薬飲んで、系統問わず、ファンダを回収と、7つですね。これここで7個買ったら終了しちゃいますね。やっちゃいましょうか。
全然数えてなかった。あ、7個取れましたね、あっという間に。よっしゃ、これでとりあえず前振りはできたかなと思うんで、あとは戻って休んで11時から、もう今日は本当にちょっとガチるつもりでいます。また狙えるところまで来てるんですよ。ピン、今日のスタート681713。またブログ的にあ、顔映ってね、7万点ブックイベントの出方が500フィックスだったら、農薬飲み続ければ多分7万点なんてすぐ行くと思うんで、今日中に、51行けたらいいなと思ってます。それもちょっと一つの目標です。とりあえず無料ギフト、あ、そっか、エネルギーは満タンでもあれですよね、確かプラスしてくれるはずだから全然いいや。鍵いただきました。であとはバンドルは一緒なんですけど、今日さっき見てたら治療薬が20個だ、20個で250円ってあるんですけど、これ計算してみたら約半額ですね。材料集めて作ってください。それじゃあ、一旦仕切り直して、次は11時以降なんで、明るい、あ、でしかも今日東京はすごい暖かいらしいんで、それもあって、バーンとガチろうかなと思ってて、ガチり方ちょっと今考えてるんですよ、いろいろと。それじゃあまた後ほど。朝焼けに川が映ってます。なんかかっこいい、この照明も。朝焼けと盆の照明でこういい感じだな、これ。後でちょっとちゃんと見てみよう。やっぱ光って難しいですね、カメラの。なんで止まったかっていうと、ちょっと1個だけ勝負してみようかと。ポトキ、まあ、2キロが欲しいですね、短距離ですし、ちょっと最近2キロの充実ぶりが目立ってるんですよ、中身の。5キロ10キロと比べて、まあ、ただ、まあ、10キロ引いても1個ぐらい10個引いても10キロ引いても、まあ、それはそれでいいじゃないですか。なので2つあるんですけど、1個、なんかね、こういう時に10キロ出やすいんじゃないかっていう説、その意地悪で。よいしょ、2キロですね。あ、じゃあ2キロ拾ったってことは、まあ、OK なんで、これも拾いましょう。2キロ。すっげーつまんねー。10キロとか来て飯馬にしてほしいっすよね。まあでもとりあえず、さっき間違って拾っちゃったやつも3キロだったんです。よかったです。なので、3キロに金塊刺しちゃったんですけど、まあ、これはもう刺しときます。多分移動で少し、距離は稼げると思うんで、でここからはその急ぐためにもうガチで、チャリンコ漕いでいくんで、まあ、距離だけ稼げるかな。いつもポケモードでも自転車はね、あんまりね、まあ、結構スピード出るんで距離はあんまり稼げないんですよ。よかしょ。ちょっとじゃあ最後に Vlog 撮った時にこれも撮ったんですけど、このシーンがごっそり抜けてたんですよ。あ、ごめんなさい、今マイクを。すごいですよね、清掃工場跡地ですごいでかい建物だったんですけど、まるまる仮囲いして、まあアスベストっていうか、その、ね、清掃工場だったんで悪い灰とか出さないようにして解体して、どのくらいかな、1年近くかな。いや、この仮囲いだけでも結構芸術です。すごいっす。はい、本当に朝焼け。今何時？6時25分。まだあれですね、6時じゃまだ早いって感じですね。じゃあ超特急で戻ってきます。